静岡市立静岡病院心臓血管外科の中井正直と申します。我々の病院は地方独立行政法人ですが、ハートセンターとして循環器内科心臓血管外科がチームとして心臓の治療に当たっております。年間手術数は心臓外科全体で年間だいたい700例、いわゆる胸部心臓大血管手術が年間450前後の病院です。私自身の手術は一番多い時で年間心臓手術200を超える症例数を5年間やって、今は更新の指導もあるために自分でやるのはだいたい160前後、今までに関わった手術は自分で執刀したのがだいたい2000例を超えていて、指導を含めるとだいたい3000例ということになっています。2008年に同級生の外科の先生から外科感染症学会、その大学が主催するので参加してくれと言われて参加したのが始まりです。でその時にちょうどサーバイバイングセプシスキャンペーンの2版目が出た頃で、それを勉強するのとついでに SHI の勉強を始めました。当初は2年2回学会に参加することで新しい知識を手に入れながら進めていったんですが、その過程で IC インフェクションコントロールドクターも取得して、今も当院の SSI 対策には関わってきております。私自身は感染対策委員会として活動する傍らですね、やはり当初から SSI 対策から入ってますので、病院内の手術の消毒法、それからドレーピングの指導などに多く関わってきております。PPE は自分自身を守るのと同時に患者に対して の感染を防ぐということが大事です。で我々が最初に対応したのはやはり PPE の透過性のレベル、術技のレベル4を使用するというところから最初入っています。我々の心臓血管外科では一番ひどい時に SSI 内発生率が 16% ぐらいあったのが、今現在は 2% ぐらいに下がってきていると、それを今維持しているというところです。2000年の最初の頃から我々の先輩が二重手袋は導入しており、2003、4年からもずっと二重手袋で手術は継続しています。手袋の二重化をする上で近年やはり二重手袋に適した素材というかインナーというか色付きのインナーが出たということと、あと二重手袋をするとどうしてもその繊細な手の動きだとか感触が損なわれるということで、やはり抵抗のあるところだったんですが、それが新しい製品が出ることにより多くの医者に二重手袋を受け入れていただくことができるようになっています。同じ色の手袋を二重で使っているとやっぱり穴が開いててもなかなか気づかないんですが、やっぱり色付きのインナーを使うことにより早期に手袋の破損に気づくということは確実にあります。手術室というのはいろんな科がたくさんあって、どの科がイニシアチブを取ってそういう資材を統一するのかというのはなかなか難しいところです。私がやっぱり外科感染症学会に携わる中でそういう手袋の存在を知っていたことにより、強く手術室業務委員会で推すことによりインナーの色付きの手袋を導入することになりました。でその時にやはり物品入れるのにサインする人間が必要になるんですけども、それに私が関わったということになります。二重手袋を使うにおいてですね、やっぱり手術時の手のしなやかさというか感覚というのは非常に大事で、特に血管吻合するときは一番細いので80の糸を使いますので、80の糸を結べるような繊細な動きができないといけないということと、もう一つは最近はカテーテル、血管内治療も非常に多くて、カテーテルとかガイドワイヤーを両手で操作しないといけないんですが、その時に二重手袋の間で動きに差が出るとその動きが伝わらないということがあるので、やっぱりその辺の使用感というのは非常に重要視しております。それから SSI はですね、術者の手荒れがあると SSI 対策は完璧なものになりません。手袋が手荒れの原因になるのであれば、やはり手荒れを起こさない手袋というのは非常に重要になります。
それから近年ラテックスアレルギーは非常に重要視されております。患者のラテックスアレルギーもありますが、術者スタッフのラテックスアレルギーに対する対応も必要になります。そもそもアレルギーというのは今なかったらその後も起きないものではなくて、監査され続けることによっていつかアレルギーになる可能性があるので、そういうアレルギー物質の含まない材料というのは手袋にかかわらず対応が必要だというふうに考えております。ラテックスアレルギーを防ぐためにはやっぱりラテックスフリーな素材の手袋が非常に重要だと考えます。以前は天然ゴム手袋を二重で使っておりました。で、そうすると比較的硬いのでアウターの手袋はハーフサイズアップしないと手が入らない状況でした。ハーフサイズアップをするとその手袋のサイズの中にズレができる、アウターとインナーの間にズレができることになり、うまく伝わらないということが感じたんですが、やはりインナーが薄くなったことにより同サイズのアウターを使うことを試してみたところ、しなやかにフィットするようになり、インナーとアウターの動きのズレというのは感じなくなりました。そうすることによって以前よりも細やかな動きができるようになったと感じております。僕の印象としては長時間二重手袋を続けてもさほど手に負担はかからないというふうに考えております。あとは2時間ごとにアウターは交換しますので、そこで常に手の感覚は戻しているということになるかと。インナーの導入に関してはやっぱり色違いのインナーを入れるということで比較的スムーズに導入されております。このインナーに関してはやはり薄くてしなやかで非常に使い勝手がいいので、特別他の医師からの反対意見はそんなに多くは出ませんでした。やはり SSI が出るのはやっぱり最終的には個人別の人の入れ替わりの時期だとか、そういう時に多くなります。で、そうした時にやはり手荒れのあるスタッフの手術というのはどうしても SSI の率は上がります。それはもう我々は2007年からサーベイランスを行っていろんな角度で分析しておりますけれども、そういう傾向は明らかに認められます。手袋の素材が手荒れの原因になるのであれば、それは積極的に取り除くべきだろうというふうに考えます。手袋の手荒れの原因としてはラテックスだけではなく、いろんな素材、顆粒促進剤などが手荒れを起こすというふうに言われておりますので、できるだけそういうものを除いた手荒れを起こしにくい素材を使っていくことは重要だというふうに考えます。我々の病院ではラテックスフリーの手袋とラテックスの手袋が両方とも常備されております。ラテックスフリーを選びたければ自由に選べるし、言われなければラテックスの手袋が出てくるという状況になっています。ただインナーに関しては最近すべてラテックスフリー化となっております。我々のスタッフの中にラテックスアレルギーのひどいスタッフがおりまして、ラテックスの手袋を使っただけで症状が出て意識失うぐらいの症状を出したということです。で、その医師は今手術が続けられているのはラテックスフリーの手袋を使用できるからというふうに本人が言っております。今非常に病院で問題になっているのは医療スタッフが少ないということが非常に問題になっております。手荒れが原因、アレルギーが原因で医療の現場から離れなければいけないということはできるだけ避けるべきであるというふうに考えます。ラテックスの手袋が今も残っている理由はやはりコストの問題が大きいというふうに考えます。安全な医療を提供するためにはラテックスフリーの手袋というのは非常に重要なものです。 SSI は一旦起こしてしまうと非常に病院に負荷をかけ医療費も増大化します。 DPC の世界では
そういうものは全て病院の負担となってしまいますので、一例でも SSI を減らすことに対するそういうコストというのは吸収されるものだというふうに考えます。また医療スタッフが非常に少なくなっていることに対するコストの問題は非常に高いです。一人でも多くの人が医療スタッフとして働き続けられるような環境を作り出していくことは非常に大切であり、そこに対するコストというのは手袋の値段とはいえ十分吸収されるものだというふうに考えます。そういう情報をやはりメーカーはしっかりエビデンスとして出していく必要があると思いますし、いろんな人たちに伝えていく努力はしていただく必要があるというふうに考えます。質の高い医療を提供するために我々の病院でも二重手袋、ラテックスフリーの手袋を使用することに関しては常に手術室の委員会などで働きかけているところであります。二重手袋を実現する上で PI ケアの手袋というのは非常に柔らかくしなやかで重要なアイテムになると考えております。二重手袋に抵抗のある方やラテックス手袋に比べてラテックスフリー手袋が硬いという印象のある方はぜひこの PI ケアというのを試してみるというのも重要だというふうに考えております。